ろう。いないの。岡部ならもうこのラボには来ないわ。欺瞞が発覚したからね。じゃあクーニャンが昨日電話で言ってたのは本当だったってことなのにゃ。つうかさ、昨日マキセ氏が見たって事件ニュースになってもおかしくないのに、全く報じられてないじゃん。なんで？警察に通報はしたわ。圧力をかけて事件そのものをもみ消しちゃった可能性も。な、マジで？やばすぎじゃん。ありえない話じゃない。それだけ相手は強大ってこと。引っかかることがある。昨日の岡部、別の世界線から来たって言ってたの。鈴葉、どういうことかわかる？世界線をまたぐこと自体は珍しくもない。普段から刻々と変動してるからね。だけどさ、世界線をまたいで記憶が継続されるなんてのはありえないんだ。因果に支配されてるあらゆる生物は世界線の変動に気づくことはできないんだよ、絶対に。でも岡部は覚えていた。単なる妄想じゃね。もしかしたら特殊な能力を持ってるのかもしれないにゃ。まさか超能力だとでも？タイムトラベラーがいるなら超能力だってあっていいのにゃ。フェイリスにだって相手の嘘を見破るチェシャーブレイクって力があるし。そうだにゃ、それでリンタロウが嘘を言ってるかどうか試してみるにゃ。ラウンダーを甘く見ない方がいいよ。不用意に近づいただけでナイフで喉をかきられるかも。リンタロウはそんなことしないにゃ。ね、クーニャもそう思うにゃ。クーニャ、2036年ではさ、岡部凛太郎はセルン治安部隊ラウンダーのトップで300人委員会の一人。決して表舞台には出てこない影の独裁者になってるんだ。まるで映画にゃ。スズニャンはその独裁者になった凛太郎を見たことあるのにゃ？ないよ。だけどさ、命がけで調べた情報だから間違いない。あいつは自らを神格化してこう名乗ってた。鳳凰院教魔。あいつのせいでたくさん死んだよ。仲間も両親も友達も、私の知らない誰かも、あいつの手下として虐殺に加担した連中も。私も無事じゃいられなかったし。なあ、どうしたにゃ。その、アマネシの背中の傷って、まさか。もしかして、この前覗いた時に見たの？覗いたって何よ。不可抗力っていうか、そこのシャワールームでアマネシが着替えてた時に気づかずに、開けちゃって。変態ね。スズニャン、背中の傷って？まあ、ちょっと人には見せられないような大きな傷があったりするんだよね。それも、岡部が？私は反体制の立場だったから、真っ先に弾圧の対象になった。それで何度か、死にかけたことがある。このままじゃ僕たちも岡部に殺されちゃうかも。私たちに今できること一つあるよ。電話レンジを破壊すること。待って、いきなり壊すのは反対よ。だけどさ、このままじゃ岡部凛太郎に奪われる。そしたらあいつは自分の野望のためにこれを使うよ。岡部は言ってたわ。下にある42型ブラウン管テレビがついている状態でだけ電話レンジは使えるって。それについて実験してみるべきよ。D メールが送れるなら、それを使ってこっちも対抗手段を取れるかもしれない。D メールでの地上のコントロールはすごくむずいって結論出たじゃん。未来を変えるために電話レンジは必要なものだと思ってたんだけど。
電話レンジを破壊することが未来を変えることになるんだよ。岡部凛太郎をまだ仲間だと思ってるつもり？あいつ今にもこのラボの襲撃計画を立ててるかもしれないんだよ。君はその目で見たんでしょ、岡部凛太郎が人を殺してるところをさ。あの時の岡部、私の知ってる岡部じゃなかった。普段から冷たいやつだったけど根はいいやつだって思ってた。でもあの時の岡部は。だったら。だけどわからないの。直後にラボに来た岡部はさらに別人で、あいつがあんなに悲しそうな顔してるの初めて見たし、もうどれが本当の岡部の顔なのかわからないのよ。